ちょっと久々に褒めたいんですよ。人というかテレビをというか褒めたいんですよね。俺もしも私が家を建てたならですよ。建てたならね。暖炉と別に元暖炉だったコンクリートで埋めてある壁をつけるでしょう。中にはあなた、中にそのコンクリートの中にあなた。おーわ、お前なんか、その家はなんで急にそんなにお金が入ったんですか？保険でね。あ、そう、いらっしゃらなくなっちゃったの。その、婚約してた方がいらっしゃらなくなっちゃって、その何ヶ月か経って死亡認定の、で、いらっしゃ、中、まあそういう感じになるんですけど、もしも私が家を建てたならの話がしたいだけなんですけど、もしも僕が家を建てたらって言いかけたところで、歌に似てるって思っちゃったもんですから、こういう風になっちゃったんですけどね。もしも僕が家を建てる、新築一戸建てを建てることがあったら、俺、ヘーベルハウスで建ててやろうってもう決めてやったんですよ、もう。ね。ただヘーベルハウスさんに申し訳ないことに予定も金も土地もないですから、あと早急に埋めなきゃならない遺体もないんで、まあそのなんだかわかんないけど、その建設会社だけ決めたんですけど、今12ちゃんだってさ、7ちゃんで、テレビ東京でやってる、ふるさと再生漫画日本の昔話っていうややこしいんですよ。これこれから褒めますから、ちょっとその聞いてほしいんですけど、昔ね、TBS というか、まああれ MBS ですか、制作は、TBS で俺ら子供の頃からずっと漫画日本昔話っていうね、坊やーなんつってね、良い子だ、ねんねしななんつって。早く寝てくれないと、なんつって。まあ、あの時よく年齢しな言われたから、もう、弟できたら逆算すると、お袋45でやってんだよね。うちの親と。今は微笑ましいことだなって思うけど、思春期の時はちょっとやっぱ、へこんだな、の、うっていう歌のやつあったじゃんか。ね、結局ね、まあ、この後、お尻を出した子一等賞のエンディングの方に絡めた、まあ、ひどい品のない話もできますけども、それややこしくなりますからやめるとしても、その、漫画日本昔話ってあって、すごかったんですよ。最高の頃は視聴率多分 30% とかいってんですよ。それもなんかさ、よくさ、歴代視聴率ベスト10みたいな番組やるとさ、その、白黒時代のボクシングとかが 40%、50% とか言ってた時代じゃないよ。普通に、その世の中でやってるテレビのトップすげえ番組だなって言うと 20% 超えるとすげえって言われてた頃に、昔話の地味なアニメが 30% いったり 30% 超えたりしてた。でその頃にもうテレビ東京、当時の東京12チャンネル、東京12チャンネルはひっそりとそれをパクってで確かね、漫画日本の昔話やってるんですよ。漫画日本の昔話をやって、ワンクールぐらいでそそくさと撤退してるんですよ。で、それすごい覚えてて。で、まあ、その後、漫画日本昔話は、一旦こう、終わって、またちょっと見直されて始まったり、で、今また終わっちゃったけど、DVD になったりとかしてる中で、で、したらさ、その、テレ東が、ああいう番組あった方がいいだろうっていうんで、その意思を引き継いで、その、パクリっていうよりも意思を引き継いで、まあやってる感じでさ。で、俺はもう、日本の昔話が好き、基本的に昔話が好きだから、まあつい見ちゃうんだけど、これのね、出来がとても良くて、なんかその、元々の本家 TBS の漫画日本昔話も、なんつうの、いわゆるこう、売れ線のアニメの制作会社が作ってんじゃないんだろうな、みたいな。なんか、よく俺が言うのは、アニメを極めた人たちいるじゃん。アニメ系の専門学校とかを行って、今のアニメを極めた人たちが作ってるアニメというよりは、なんか、偏屈な美大生が作ってるみたいな、その、感じのこう、アニメなんだよね。で、1話1話、多分作ってる人も、書いてる人も、監督も全然違うんだと思うんだけど、その、今やってる、12ちゃんのふるさと再生漫画日本の昔話もそれ系で、もう全然一個一個絵柄が全然違って、
でもいい感じにコンピューターは使ってるっていう感じの絵で、でそれを見てるわけで、おそらくそんな視聴率ないと思う。ちゃんと見たことないですけど、あれ昼間っかやってんね、土曜かなんかの真っ昼間に多分やってる。俺録画してまで見てるから、逆に言うと俺が見てる時間は必ず家でエアロバイクを漕ぎながら息も絶え絶えで見るっていうのが俺の中での昔の早死にしたり捕まってったりしたロックンローラーたちのセックスドラッグロックンロールでいうところのオナニーエアロバイク昔話っていう、もうもうなんて極道の限りを僕は尽くしてますから、意識朦朧としながら見てるんで、あれ何時かかね。まあその土曜日とかの昼間のプログラム、子供が見れる時間のプログラム、日曜の朝かなんかだから、視聴率も大したことないと思うんですよ。で、これがなのに、ヘーベルハウスの一社提供。ヘーベルハウスがやろうって言ってるから、やれてるっていうだけのもんなんです。でね、普通その、今テレビに CM を打つっていう時に、何が、その、一番いい方法かって、や、それは視聴率の高いところになるべく CM をいっぱい打つ方がいいって言って。で、これは俺はその現場で働いてる人間だから一概にいいとか悪いとか言えないけども、その CM を少しでもいっぱい見てもらうためにともすれば、一番いいところで CM の後続きがすぐ始まりますから、みたいなこともあったりとかして。で、なんかこう、は大変だな、その CM をいっぱい見てもらう競争っていうのも。で、我々もそれで番組をさせてもらうわけですから、今何も頭の中、今、ラン一世さんがすごい勢いで、ラン一世さんが気をつけろそこは気をつけろって作るから、それは当たり前の話だと。ね、あなたのね、あの、怪我を無駄にはしないっていう感じのですよ。まあ、それで。まあ、その辺は組んでいただいたとして。っていうことで言うならば、そこに打つことがすごい効率がいいことではないと思うんですよ。ね、そのテレビを一社提供って結構お金がかかるスポンサードをして、その、なのに日曜日の昼間の番組をスポンサードするっていうのは、だけど、まあ、この、ふるさと再生漫画日本の昔話のクオリティが高くて、つい見ちゃうんで、もう俺が家を建てるときはもうヘーベルハウス一応、ま、第一候補よ。あまりにも良くて安いのが出てくる、それは負けます。それ絶対負けますけど、なんか俺の中でどこで建てても一緒だったら、あの分ヘーベルハウスと思うんだよね。だから漫画日本の昔は日本の民話だから、なんか俺が見た この間見たやつは、もうずいぶん前に撮ったやつだよ。この間見たやつはまあさ、いいんだよ、その高等無形な感じが。足の折れたツバメみたいな話なんだよ。なんか、じじいが一人で暮らしてるわけ。汚い家で。ね。で、そしたらなんか、その上のとこにスズメじゃねえ、ツバメの巣ができて、それでそのツバメが下落っこって足が折れちゃってるわけ。そしたらそれにわざわざじいちゃんは添え牛してあげて飛べるようになるまで看病するわけ。で、そしたらその、ツバメがその、もう旅立ちの時期に足も治ったから一緒に話してやると、おじいちゃんの上を何個か旋回して、バーッと飛んでいくわけ。で、次のツバメの季節なんで、ツバメ渡り出たら帰ってくるんだよ。で、帰ってくるときに、ツバメがおじいちゃんの頭の上にポトッとなんか落とすわけ。で、なんだって、お礼をするのかと思ったら、クソでもしたかなんつって頭を触ると、そこに、スイカの種が一個落ちてて。で、スイカのその種を植えたら、すげえデカさのスイカが出来上がる。びっくりするぐらい、ジジイと同じぐらいの大きさのスイカが出来上がって、それで、そのスイカを切ったら、中から小さい大工さんが15人ぐらい出てくるのね。しょうがないじゃん、出てきたんだから。その大工さんがおじいちゃんの家を新しく建ててくれる。もうわかんないけど、しょうがないじゃん、そうなんだから。もうなんだかわかんないけど、直で大工さん来ちゃダメなのかもわからないし、なんでその一旦スイカかはわかんないんだけど。で、最終的に、なんか大工さんたちは、お茶と、握り飯だったかな、なんかお茶と、違う、漬物とお茶だけ、お茶の時間にくれたら、あとはもういらねえからっていうのね。もう、なんかその、振りとしてはさ、ツバメ助けました。スイカの種くれました。スイカの種植えたら何が起こるんだよみたいな。これ、よくある、いろんなところの昔話ってこう、いろいろこう、その、
影響し合って混ざったりとかするからさ、あれかなんかわかんないけど、ジャックと豆の木パターンみたいのもあんじゃねえのみたいの思うと、でっかいスイカができるわけ。で、うわ、これ桃太郎パターンか、いわゆる桃太郎パターンかと思って開けたら、そこから小さい大工さんがいっぱい出たところで、え、小さい大工さんがいっぱい出てくるってどういうことみたいな。だってさ、昔話なんだからさ、大工さん一人でもいい。おっきい大工さん一人でもいいじゃん。だって、大工さんが万能だったら何でもいいわけだから、そこよくわかんないけど、ちっちゃい大工さんがいっぱい出てきた上に、これだけ守ってくれと。そのちっちゃい大工さんの中でも棟梁が言うには、あの、お茶の時間に、茄子の漬物と、お茶だけ、これだけだよ、もうこれだけあればいいから頼むって言われて。来たよ、この振りをどうすんのって思うじゃん。別に回収はされなかった。で、その、大工さんたちが家をすごい立派にしてくれた上に、なんかお米もくれたりとか、そのお塩とお塩もくれたりとかして、またなって言って大工さんは外にいなくなっちゃったんだけど、追いかけて行こうとしたら、そのたくさんツバメが飛んで向こうの方に行っちゃいましたと、さって終わり方だから、一旦大工さんを経由するのもあんまわかんないわけ。全然俺にしてはそのスイカっていうキーワードも全然わかんないのね。もう伏線が全く回収されてないんだけど、絵柄も可愛いし、何にせこっちはすごい勢いでそのチャリこいじゃってるからよくわかんなくなってるわけで、もえれえなと思って、それで向こうにずっとそのたくさんのツバメが飛んできました。それで今度ツバメ目線っていうか、引きのその村の絵になる、おじいちゃんの家の絵になるとさ、建てたばっかのおじいちゃんの家があって CM に行くんだけど、俺金出してるんだから、こんな、しかも長くやってんだよこれ、ずっと長くやってんだこの番組やってんだから、最後にその家の屋根が持ち上がって、はーいって言っても全然バチ当たんない。全然それがはーいで終わって、あーヘーベルハウスっていうやつ俺のサブリミナルにグイグイねじ込んできたとしても、そらこんだけやってんならもういいですよと思うけど、しないね。はーいって言わないね。多分話がややこしくなっちゃうから。そうするとあれで頭をパカッて開けちゃうと、あの家が魔物みたいな話で、あと気になっちゃうからなんだろうけど、俺それを入れてもいいぐらいヘーベルハウスはちゃんとやってんなって思うわけ。で、この手のものの、例えばよくあるさ、よくわかんないさ、どこ出してんだかよくわかんないけど、すっげえ安いワンコインの DVD とかでもさ、昔話のアニメってあんじゃん、これなん、もともと何なのみたいなやつあんじゃん、あれも俺買うので、何が好きだって言っても、その中に出てくるメジャーなお話の切り口のちょっとした差みたいのが好きなんだ。だってほら、丸パク、大元は著作権フリーだけど、演出っぽいものは丸パクリにはなかなかできないからっていうんで、あとそれから解釈とか、その大元にも伝わってる、その大元みたいなものの解釈の仕方とか、その、まあ、あとセリフとかは、その、それぞれの人の感覚になるじゃん。で、そうするとこれいつも残念だと思うのは、俺の記憶の中では、本家、TBS の、MBS の漫画日本昔話に、何回かリメイクされてる話ってある。だって1000話とかあるから。何回かリメイクされてる話はあるんだけど、DVD にするときはその時の僕1話しか入ってないと思うんですよ、ね。で、俺が思うには浦島太郎って今 DVD になってるやつ以外のが確かあったと俺は思うって思うんだけど、まあその、浦島太郎の解釈違いみたいなちょっと好きで。でね、その今 DVD になってる、その TBS 版の漫画日本昔話の浦島太郎は、なんかその一番最初浦島太郎がすげえ日々暗いんだよね。なんかね、母ちゃんだかお袋だかがすげえ怖くて、強妻化っていうか、まあ虐げられてるんだよね。それで、で虐げられてる毎日の中でいじめられてる亀を見つけて助けてやって、それでその亀に連れられて竜宮城行って、すげえ綺麗なものを三日三晩見て、やっぱり帰りてえって帰ってきたら、その帰る前に玉手箱を渡されて、これ絶対開けんなよ、絶対開けんなよ、リュウちゃん絶対開けないでよっていう、そのダチョウクラブ的なやつで言われて、これで戻ったらすごい時間経ってるから誰もいませんと。で、その途方に暮れてると、これがその TBS 版の俺の中ではすげえいいとこなんだけど、玉手箱を開けようと思わないんだよね。で、玉手箱を、要するにちょっとその帰ってきたらもう何百年も経ってて、自分のふるさともなくなってたってことに対して、なんだよ竜宮城、なんだよ乙姫っていう感じがして、
その玉手箱を一回捨てるんだよね。で、捨てるんだけど、波で戻ってくんだよね。で、その戻ってきて、それ開けるっていうよりは自然に開いちゃって、煙が出て、急におじいさんなんだけど、急にそれまで可愛らしいタッチだった浦島太郎が、汚ねえのじじいなんだ、タッチ変わって。これでずっと笑ってて終わりっていう終わり方で、でこれが好きなの、すごく好きなの。で、俺がいつも思うこれから導き出した解釈は、浦島太郎はすげえしょっぺえ人生、もう現実逃避するしかないしょっぺえ人生を送ってて、その日もいじめられてる亀を助けてないと思う。で、助けなかったっていう、助けなかったっていうことの後悔だけでじじいになるまで暮らしたと思う。でも、そのずっとしょっぺえ人生の中で、あの時助けてれば、そこから人生は好転したんじゃねえかっていう現実逃避をずっとしてきたと思う。これで、そのしてきた、最後の最後に見た浦島太郎の何にもいいことなかった人生のその一番最後に見た走馬灯がもう走馬灯の中で一番印象の強いことが妄想だから自分の中での現実じゃないからこういうことになるんだっていう俺の解釈になってくる。それの今回のそのふるさと再生バージョンはまたちょっとタッチが変わっててふるさと再生バージョンはでもね、おじいちゃんもおばあちゃんもいい人で虐げられてはいないわけ。全然虐げられてはいないんだけど、その最初の下りのところに、浦島は、すごい腕のいい漁師だったけど、本当は漁師なんかよりももっとのんびりとした暮らしに憧れてた、みたいな一言がある。別に細かい下りはないんだよ。でも漁師みたいな、生き物を取るっていう暮らしをしたいとは思っていなかったんだとさとは言うんだよね。で、具体的な表現。で、行くと亀をいじめて、あんまこう、具体的にいじめてないよね。なんかその穴ぼこに落っこってるウミガメの子供みたいなやつが、海になかなか帰れないのを楽しんでるんだ、その子供たちが。で、これで、その、暴力的なことはしてないんだけど、いや、こいつ海に帰れねえ、みたいなことを笑ってると、それ返そうだろ海返してやれよって言うんだけど子供たちが言い返すのが浦島だって海のものを取ってそれで食ってるくせになんでこれがいけないんだよって言い返す俺たちが海のもので遊んで何が悪いんだよっていうのに対して浦島は俺は食うためにやっているおもちゃにしてるわけじゃないっていうの何そのくだりってちょっともう俺の中でこれも俺が今大げさに言ってるだけでスッと入るんだこれはそのあれ江本明さんが声やってるんだけどバカ言うでね俺は生きてくためにやってることだお前らみたいに海のものをおもちゃにしたことはねって言って返すほんで漁してたらまあ亀がのまあこのパターンは親の亀が来てで親のパターンの背中に乗ってくる TBS パターンはの僕が好きなのは TBS パターンの浦島太郎は亀の背中に乗って潜っていくときに途中苦しいって言うんだよねその浦島は苦しい苦しいって言うわけだけど落ち着いてって言うのね落ち着いてやれば大丈夫だって言うわけ落ち着いて乗ってると大丈夫だって亀のアドバイスに従って落ち着くと大丈夫になるんだけど絵的には口から出てた泡が消えてるっていう絵がなくなってるのね。で、俺はそれをそこでほぼ死にかけてるっていう解釈なんだけど、今度の浦島はその泡うんぬんのくだりはないんだけど、潜っていく途中に江本さんのナレーションで、深く深く潜っていくような、逆に天に登っていくような気持ちじゃったっていうのね。さらっと言うんだ、それも。これで行った先が、竜宮城さ綺麗なんだけど、竜宮城はものすごいでかい施設で、その、タイやヒラメの舞踊りを見るっていうよりは、たくさんいろんな部屋があるから、その部屋を一個一個見て回るだけでも毎日すごい楽しいみたいな話になって、それはちょっと前に見たアラビアンナイトにもまあ似てるんだけど、その他の番組で、その NHK の番組で学んだアラビアンナイトにも似てんだけど、まあなんかそれを一軒一軒、一部屋一部屋見てるだけでもまあ楽しくて、時間が経つの忘れちゃって帰るよっていう。それで玉手箱もらうじゃん。玉手箱もらって帰ると、まあないわけだ。自分の家はないわけだ。
それでいろいろ聞いて歩いてここでっていうと、その村で一番年寄りのおじいちゃんが自分のじいちゃんのじいちゃんの代ぐらいに聞いたけど、腕のいい浦島太郎っていう漁師がいたんだけど、そいつは行方不明になってすごい一生懸命探したんだけど、船だけがあってそいつはもう帰ってこなくて、あのおじいちゃんとおばあちゃんはずっと浦島のことを心配していつも海に行ってたけども、結局帰っては来なかったそうだぞって言われて、このことに気づいて、で軽いパニック状態でなんだこれっつってその玉手箱開けるわけで、そうするとおじいちゃんになっちゃうんだけど、それ締めの江本さんのコメントが、おじいちゃんになって浦島はいいことも悪いこともすべて忘れてしまったそうですって終わるの。え、いいこともって思うんだけど、え、すげえなと思う。いいことも悪いこともすべて忘れてしまいましたとさ、だって。もうとても、もうとても良くてさ、とても良くて、それはわかんないけど、もうそれもさ、呆然としてるジジイの浦島の絵から引いて村の絵になるから、俺として見れば全部のかやぶき屋根の家が、はいってやってもいいと思うよ。こんだけ出してっからね。これ今ほん今の世の中でまたこれがさ、 DVD 化もされてるのね。 DVD 化もされてるんだけど、最初の2話ぐらいが DVD 化されてるだけで、あ、最初のボックス2個分ぐらいが DVD 化されてるだけで、多分それから増え続けてるやつは DVD 化してないんだよね。で結構頑張ってんのが、そのケーベルハウス劇場なんだけど、上映会をやる権利付きの DVD とかも出てるらしいんだよ。なんかその細かいことはわかんないけど、アマゾンとかで調べると、ちょっと値段が上乗せしてあって、1枚、それボックスだけ1枚1枚で、上映会券付きバージョンみたいなのが出てたりとかするんで。で、なんかだから、まあ一番、まずはだから、金を貯めないとっていう。まず金を貯めないとどうにもこうにもならないんだけど、あと俺の考えている、新規なからくり屋敷をヘーベルハウスが受け負ってくれるかどうかっていうこととかもありますけれども、1LDK だけど便所が13個みたいなことになりますから。で、その一個一個の便所がまた、からくり通路でいろんなところに、繋がってる感じとかになりますけど、あれですけど、でもちょっと、いいですよ。ビデオに撮ってでも、DVD、ハードディスクに撮ってでも見てほしいね。富士ファブリックでライフ。いいよね、なんか。いろんなその話、もちろん外れもあるっていうかさ、もう、やっぱりね、なんだろうね、外れも良くなってくんだよね、ずーっと見始めると。結局さ、当たりばっかり求めていくと、結局、面白くなくなるな、テレビっていう。要は結局、隙間なく面白いみたいなことをやっていくうちに、おそらく、悪気もなくやらせとか演出方とか出てくるし、予定調和とかの嵐になってくんだろうけど。だから、ま、なんだかわかんないけど、クソパズルだった話も出てくる。何がみたいなやつもすごい出てくんだけど、逆にすげえ怖いやつとかに当たった時に、面白いなってやつ当たった時に、イワナを取る漁師の人たちがいて、でなんかその、そこの村の偉い人が、ちょっとしたこう宴会やるのにいっぱいイワナがいるから、イワナいっぱい取れってのはちょっとなかなか取れない時期ですと。で、そしたらなんか隣町だか隣村だかに、すげえイワナ取り名人ってやつがいて、で、そいつのやり方がすげえなと、一番上流から痺れ薬を流すと。そうするとイワナが全部浮くと。で、そのイワナを拾えばいいと。で、拾ってみんなで食うと、この痺れ薬は、だいたい食べる頃には大丈夫になってるから、食べる、それで大丈夫だよって言われる。うわ、なんか今っぽいっていう、うわ、すげえ今っぽいみたいな話が来て、で、大丈夫なの大丈夫なのみたいな日に、まあその夜急に旅の僧侶みたいなやつが来るのよ。でそれがまあ魚面なわけ、顔が魚面のやつで、絶対それやっちゃダメだよ、絶対それやっちゃダメっつって、でその時になんかその村尾さんみたい、村の名物の草団子みたいなやつを3つぐらい食わしてやって、で食うんだけど、とにかくやめた方がいいよっつって僧侶がいなくなっちゃって、でもその痺れ薬量はやられるわけ、されるわけ、なされるわけで、そしたらその中にすげえでかい魚、イワナがいて、で、そのイワナを食おうと思ってお腹を裂いたら、中から、その名物の草団子が3つ出てくるのね。うーわーみたいな。その後真っ赤な雨が降ってきて、みんなの体が痺れ始めるっていう。怖い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 みたいな。すっごい、超怖いみたいなのになって。ちょっとあんまり怖いんで、その、寝てる神様を起こしてみるっていう。おい、起きろ起きろなんつって、起きろ
よしなんつってね、うっせえなお前って言われて、そんなだよ、そんな。